観客のボルテージも上がってきました。言わずもがな、期待すべくはあのチームのあの馬娘でしょう。さあ、一番人気の紹介です。三冠馬娘ビワハヤヒデ。2番人気を紹介しましょう。2番シンボリルドルフ、里のダイヤモンド3番人気です。実力は間違いなく上位です。気合い十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気リワハヤヒデ、9番会長に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのは9番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は12番、6番、並びかけてきた。内から行く JMO ペラオー、その外並んでリワハヤヒデ。ここまでが先頭集団。先頭集団を見ていきましょう。先頭は9番、単身で飛ばしていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう。前から大きく開きました。縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。先頭9番、レースはよどみなく進んでいます。続きました JMO ペラオー、3番手には岩早秀、外を回って12番、5番手には6番、外目をついて8番、シンボリルドルフ。1馬身離れて2番、シンボリルドルフ。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身。依然として9番、続いて JMO ペラオー、岩早秀、ここにいた。外から12番、6番、追走。その後ろに8番、シンボリルドルフ。外目をついて里のダイヤモンド、それを見るように2番、シンボリルドルフ。その後ろから松金福来たる。そしてその後方には11番、後方2番手に1番、最後方3番、9番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。9番、彼女の客室には合っていますね。現在1番手は9番、残り 1000m を通過。天狗もオペラ王、追走岩早秀、この位置につけています。内で8番、シンボリルドルフ。さらに6番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま。これは